バレる。本当に。おっとこれは少し効いているか。アリメ少し効いているでしょうか。ネジラ。おっとここで。これはバレるの。バレる。おっと。むしろですね。まあ、倒れてなるかという気持ち。오늘은베네수엘라의괴물복수와일본챔피언의경기를준비했습니다27승무패 27KO 18연속1라운드 KO 라는말도안되는전적을보유한베네수엘라의괴물복서에드윈발레로선수의경기인데요이런미친전적으로기네스북에등재되었고 WBA 슈퍼패더급챔피언과 WBC 라이트급챔피언등2체급을제패한전설적인선수입니다비록파퀴아와의대결을앞두고개인사에의한최후를맞이하기는했지만27승 27KO 18연속1라운드 KO 라는만화에서도나오지못할놀라운전적을쌓은선수인데요상대는일본챔피언출신의시마다타케이로선수로26전22승3패1무승부 15KO 의전적을보유한세계적인강자였습니다두선수의대결보겠습니다 WBA 세계스ーパーフェザー級チャンピオン가미나리에드윈아미키라도100% 日本ライト級チャンピオン昭和の侍シマダー20年来の夢執念で掴んだ人生最大のチャンス島田武宏原剛さんとセレスコ林さんですまずこの1ラウンド目バレロの1ラウンド目強いですから要注意ですよはいハイグローブのバレロは1ラウンドに過去19度ナックアウト勝利を決めています23戦全勝全 KO 勝ちのバレ島田武宏が回っていますボディ左のボディです左のストレートもう少し大きく動いていいですからねはい、ま、初挑戦の島田です島田選手ね、リングの上での表情はすごいね、落ち着いた表情ですよね落ち着いてますよねそして逃げるつもりは一切ない真っ向勝負を合ってますからね、このタイミング外せばいいんですから、はい、バレロとしてはどのパンチを狙っているように見えますか、まあ、まずは左の武器そして島田が打ち返してくるところを右フック返そうという感じがありますからね、今狙っていた左のフックバレロ1ラウンド KO をもちろん狙っているでしょう狙ってません狙ってませんワンツーから左を狙っていきました島田選手としては22勝 15KO3 敗1引き分けというのがこれまでの島田武宏のレコードです島田としてはどのパンチを狙っているように浜田さんは見えますかまずはですねおっと左ちょっとぐらついたプレッシャーに今圧倒されているところあるんですね今打つということよりも、まあ、なるほど時間はたっぷりあるんですからね、この偉大なチャンピオンに勝つためにも右当たった島田の右しかし左ストレートバレロがパンチを出したところに合わせる一生懸命狙うということよりもですね、はい、タイミングさえ合えばいいんですから、そのバレロのそういうボクシングを今やってますからねそうですか、少しずらして逆にチャンスをつかむ右おっとまた右だ右のダブル点です島田です後半まで十分時間ありますから、さあ1ラウンドが終了するのかここで第1ラウンド終了です WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦ですじゃあそこに右合わせるっていうのね分かってると思うんですけど、はい、なかなかできないことをね、1ラウンドからやりましたからね全勝全 KO 勝利のチャンピオンエドウィン・バレロですあーっとこれはパンチが当たったようにも見えバックセットしながらだったんですね、まあ、バランス崩したっていうのはあるわけですよなるほど、おそらくバッティング頭を気をつけてくれという願いでしょういやクインチギアの後頭部のパンチじゃないですかねああなるほど焦らせることがまずは重要そうですただチャンピオンの圧力も強くなってきましたよ、ありますからね、一緒になって打つ必要ないですからね一緒に打つ必要はない必要ないですからタイミングをずらすなり相手の土俵でやる必要ないですからね飛ばしてまあ、バレロがもっと焦りますからね、そこを数を集めていけばいいんですからこの強引に来た時のパンチ力が半端ではないですからねちょっとパンチが中途半端になっているようにも島田見えます、まあ、プレッシャーきついですね、プレッシャーなんですねちょっとチャンピオンの、ね、バレロ選手、ね、ちょっと苛立ってますからね苛立ってますか、はい、どういうところに現れてますか雑になってますよね雑になっている寺島さん、はい、
チャンピオン陣営のねケニー・アダムストレーナーも26歳のこの世界チャンピオン3度防衛に成功、偉大なチャンピオンですがまだ成長をしたいというです。相手の顔が目の前にあったらどんな位置からでも打ちますからね。どの角度からでも強いパンチですからね。打ちますからね、はい、でも右のジャブでも倒すようなそんなパワーがありでも狙っていた、まあ、今島田が、ボディ打ちに行きましたけどね、ボディはできるしましたよ、ね、重心を低くした寺島さん何を狙っているのか、はい、藤田さんどうぞ、はい、柴田トレーナーなんですけども、島田はようやくスタンスでのけている島田です。そこからはですね今度は、バレロが空振りしたところどうあと陣営に聞いてきたそうですね。そうですか、心配することはないからとにかく大振りにならずに行こう。右のストレートを見事に当てたこの第4ラウンド、うん、惜しい空振りには終わりましたが見事な右ストレート、勇気持って打ってますよね。勇気を持って戦っている島田、うん、バルロが打った同時に打ってますから、これ負荷を負いすることは負荷を負いというか連打することはまだないですからね。そうですか、うん、これ後半行ってタイミングがあったら開始のパンチ、ね、左側がこの後功を奏する可能性あると見てますか。右をね今打ってるんですよね、まあ今あまりね負荷をすると先ほど言った通りに本当パンチを連打されるんで、はい、全部角度を変えますよね、このバレロはその実績からも本場アメリカが注目しています。細かいパンチ、力でやりますからね。左ちょっとこのラウンドね、島田選手ね、まっすぐ下がりすぎてますね。止めてあかんすよ動きを止めたくない島田、回っちゃうでしょ。よし、効いているか。あ、島田は少しくらついた。島田の表情、真っ赤になっています。うわ、もう苦しくなるんですね。左目、少し切っているでしょうか。ここで左ストレート、ロープを背にしている島田に対して圧力をかけていく。残り時間はありません。ここで第5ラウンド終了です。第5ラウンド一気に島田がトーンダウンしました。まともに食ったというパンチのですね、数当たって効いてきた感じなんですね。しくともう動きは止めないことですよ。あ、右左打ち、しかし左が左が2発相打ちでも今のはまだです。36歳10ヶ月らららら、ね、日本では最高齢の新チャンピオン誕生の状況であれば打ちますからね。そうですね、バルの場合は今も2発打ちました。ストレートガクッと腰が落ちかけた。これが島田どうだ。相打ちになるとやっぱ苦しいですね。相打ちではなく苦しい、右が入って苦しいの渡し方、間違いありません。16歳でタイソンに憧れてから20年の月日、20年の集大成、前へ出るプロマッチ。チャレンジャーの島田がかなりチャンピオンバレロのパンチ効いてきています。ここは左ストレートガードを押しのけて、その一言で20年左ストレート、腰が落ちた、効いた、しまった、ちょっと来ました今ね、効いたけれども、この20年残っている島田、いい左前に出る。島田のいいパンが当たってるんですけど、悔しいかな、悔しいね。キャリアのために長いラウンド戦ってもいい、そのテクニックを学んでいるところだと。ゆでこの島田を倒そうとしている、ロープに吹っ飛んだ、苦しいぜ。最後はフィニッシュブローを考えているか。アソブタが大きく腫れ始めました。これはバレロうまく戦ってきたんですけどね、もう力で強引にいかれましたね今。むしろですね、まあ、倒れてなるかという気持ちあるんですけどね、はい、むしろ倒れて今冷やされていますが、左のまぶたが大きく腫れて少し、内出血を起こしていたでしょうか。ダンデルムニオスの23戦連続 KO、 これをノロエドウィン・バレロです。デビューから24試合連続 KO 勝利、これは母国ベネズエラの新記録と。強いですね、左のフックから右ストレート、
この返しのパンチカウンターで入ったところこらえていたんですが、座り込んでしまえばよかったんですけどね、はい、ただあのロープ掴んで倒れてなるかと踏ん張ったんですよね。そのことによって最後の一発が入りました。エドウィン・バレロ、やはりスーパーチャンピオンが KO 率 100% を保ちました。セレス小林さん、はい、敗れてあっぱれというところでしょうか。